バーン。オッケーオッケー。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てるクロムシです。ももちゃん見てるチョウです。ももクロチャンネル見てます。もう見てません。一緒に応援してるよ、はい、今回はリモートで撮影してるんですけれども、どういった内容なんでしょうか。今日はですね、ちょっとしたあの、はい、告知動画になってしまうんですけれども。あ、告知動画、はい、告知動画になっちゃいます。決してサボってるわけではございませんよ。いやいやいや、皆さんにね、うん、もういち早くお知らせしておかなければいけないから、もうこれ頑張ってしてくださいよ。 そんなもんもね。よろしくお願いします。来たる6月の9日世間のトップの日ですね。そう、シックスナインの日です。クロムチャンネルにぴったりのシックスナインの日です。いや、俺シックスナイン好きなんですよね。ごめんね。もうあのアナルが目の前にある感じがいいですよ。ごめんね。知らん知らん。そんなシックスナインの日にですね、はい、私チョモララテとイレクルブシ、そして、うん、ゲストにクルちゃんの可愛い可愛い弟分の中原くんをお呼びして、ついに来た、はい、吉原アンギャに行ってまいります。イエーイ。吉原ちゃん、吉原ちゃん行きたいけど。その3人でですね、原宿に新しくできたレノンというライブハウスで、うんうん、ツリーマライブ開催です。イエーイ。いやー、素晴らしい。レノンさんって俺行ったことあるんですけど、どんなステージか見たことないんですよ。詳しくはね、こちらの動画を見ていただいて。ステージがどういうステージなのか、あのカーテンで仕切られてたんで、どうやろうかっていう想像がまだつかないんですけど。めちゃめちゃ面白いな、それ。行ったことはあるんですけど。行ったことあるのにステージ見てない。ちょっと聞きたいですけど、そのチョモちゃんが今回中原くんを誘った理由っていうか、うん、あのどういう気持ちなんですか、その中原くんを呼ぼうってなった気持ちっていうか。でもやっぱりね、彼のことはすごい好きで、クルちゃん可愛がってる理由もすごいわかるし、音楽的にもすごいって思うところもいっぱいあって、彼とやるときは絶対クルちゃんも一緒って思っていたので。なるほど。今回ああ、はあ、クルちゃん家にプレステ4を初めてやらせてもらいに行ったタイミングで、うんうんうん、中原くんの事務所のなのはちゃんを紹介してもらって、その場ですぐオファーしました。そうね、いや電話しようかっつってね、もうそのままオファーが始まってね、よかった、本当に OK 出てね。いや本当に本当にこのご時世なんでね、ちょっと難しいかなとも思ったんですけども、うん、5月いっぱいまで緊急事態宣言っていうことにはなってますけど、もしかしたらまあちょっと延長の可能性もあったりするかもしれないので、何とも言えないですが、うん、オープンスタートね、ちょっと早くなってしまうかもしれないですけど、ちょっとみんなにぜひ遊びに行ってもらいたいですね。お、今あの概要欄にも載せておくんですが、チゲットっていう予約サイトからの一括受付になってますので、チゲット、チゲット、チケットをゲットのチゲット、乳首ゲットで、チゲット。ごめんね。乳首攻めの DVD のあの詰め合わせの240分系は被ってるぞ、だいぶ。そんなこと言ったら誰も来てくれんくなる。すいません。まあ、おのおのが個人でも活動してるから、まあ、そこのお客様たちはですね、うん、もうすでに知ってるかもしれないですけど、うん、クルチョモチャンネルとして俺らを知ってもらった方にもですね、ぜひ一回ね、ライブ見てもらいたい。そうですね。YouTube で知った方来てほしいというか、そうだね、あの、そうですね。めちゃくちゃ感動すると思う、はい、そこで初めて出会えたら。俺らも感動ってことですよね。めっちゃ俺ら感動すると思う。ほんとそう。鹿の愛ちゃん、出番だよ。その日、スリーマンライブってことなんですけれども、オープニングアクトで、クルチョモチャンネル。いやー、これは、あの、自分らで言うのもなんですけど、豪華なオープニングアクト。本当に豪華ですね。いいですね。オープニングアクト、クルチョモチャンネルと、チョモララテ、イデクルブシ、中原くんのスリーマンライブという、僕押しますよ、このライブ。あの、すごく豪華なメンバーなので、ぜひぜひ、チゲットで。チゲットでしかもチケットは買えないんですもんね。そうだね、とりあえずは。概要欄でリンク貼ってありますので、ぜひそちらの方で。お願いいたします。はい。ちょっと予習がてら、3人の曲の動画なんか、さらっと載せておきますので、あ、ね、あと、クルチョモチャンネルの MV とかもまた改めて見てもらって、遊びに来てもらえたらなと。思います。あの3人とも初めて見ても結構楽しめるライブすると思うので、初見でも、ぜひ遊びに来てください。本当に全員フルチンやから。あの金カップだけつけていきますけどね。一応最後にじゃあライブのタイトルをお願いします。はい、何やったっけ。
くていいんだよ。優しくなれるSSイメージしてきた言葉の真意はオムニオさが出ていた。